はい、ハンマリングオンとプリングオフなんですけども、ハンマリングオンって何って言われたら、まあ、こういうことです。はい。で、プリングオフは、これだけです。はい。これが慣れてないときは、こういう感じでちょっと音が吐きならない。もしくはプリングオフは、こんな感じになってしまうんですけど、はい。これをまあ、はっきり発音したいっていうことで、ハンマリングオンの時は、まあ、要は、強く、こう、押せばいいんです。これは本当に。これだけですね。で、プリングオフの時だけ、ちょっとこう、下に引っかくような感じですね。人差し指と薬指でやってるんですけども、薬指を下にこう、引っかくように。やると、結構大きな音が出ます。それだけです。コツも何も、ないやん。特にないですね、正直。プリングオフを下に引っ掛けるっていうのは結構僕も最初こうしなってたんですけど、下に引っ掛けるイメージでやると結構はっきり出ます。練習なんですけども、これはもうトリルをやればいいと思います。トリルって何やったらこの、これだけです。これでこう、音量差をつけたり。これだけですね。はい。これをやってみてください。このトリルで、はっきり音。これ結構音出るんで。はい。それだけですね。はい。ちょっと一回やってみてください。